ご視聴いただきありがとうございます。今回は夏休み明けの京王線千歳烏山駅の混雑状況をお届けいたします。千歳烏山駅では学生の利用者が多く、夏休み中と比較するとかなり混雑に差がありました。混雑する箇所は後ろ寄りの階段付近が特に混み、ついで2両目、3両目あたりが混雑しておりました。比較的に空いている箇所は最後尾付近でした。とはいえ混んでいますが、急行や区間急行は次の停車駅の桜上水となり、千歳烏山で後ろ寄りの階段付近から乗車すると、桜上水ではほぼ人が降りず、乗車する人がそこそこいるので余計に混雑する場合があります。急行、区間急行を利用される場合は前よりまたは最後尾付近から乗車し、混雑を回避しましょう。
ください。高速列車を遅れているため、短縮調整を行います。発車までしばらくお待ちください。新宿駅です。
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。